はい、お疲れ様です。山です。モンスターハンターストーリーズ2続けていきます。さあ、村行きましょうか。ようやくね、やっぱ大きさ全然違うな ね。はい、じゃあ行きましょうか。何？クアン村だっけ？はい。の、ライダーさんに助けてもらいましたね。いるね。なんだこれ、マンモスか？多いけど。そんな強くはなさそう。さあ、仲間もいるんで、強気に行こうか。ほら。さあ、バトルスタート。ポッポ。はい。え？なんか、コメントしてくれたっけ？今まで、あったかそうだなとか。初めてじゃん。さあ、多分パワータイプだよね。だから、スピードで、行きたいけど、どうしようか。スピードにしようか。ナルが来るが。はい、スピードでね、もうランマルは、ちょっと 選ばなくなってきてますけど。はい、行きましょう。よかったよかった。おお。はいはいはい。いいね。パワーですね。はい。で、ハンマー効かないんだ。じゃあ、ああ、いいね。で、スピードで、おい、癒しの声。回復とかあるんだ、ここまで来ると。やばいね。さあ、トゲだ。すぐ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 、はい。トゲ弾打つとき一瞬ぐるぐる回すのなんかいいね。はい、あざす。だってアユリアと氷河のさ、レベルが17なんだけど、俺がだいぶ 低いね。誰だ、生肉。あ、ポポの毛皮。まあちょっと戦いましたけど、多分普通の弱い敵かもね、今の。と、投げナイフ。風車。あ、ついたね。投げナイフ。ん？投げない。どこだ？ああ、これは村というか、まあ風車ね。はい。はい。オッケー。なんか全然いい感じじゃない？なんか、復興を果たしたみたいな言い方しなかったっけ？全然そんな感じには見えないけど、まあ、そんな感じにも見させないほど、復興を果たしたっていうことですかね。すげえクリスマス感強いけど いいね。いいね、いいね。あったかそう。すげえ。え、囲んでんの、火で。薪大丈夫？そんなに。あら、こんにちは。伝説のライダー様が作ってくださった村。伝説のライダーっつったらナビルートね。昔暴走したモンスターに村を壊され、ここは人が住めるような場所ではなかった。伝説のライダーが黒の狂気から世界を救ってくださり、ナビルーの相方なんだよね。どこだっけ？あー、こっち？ん？出ていくんだ。滑るでしょ、こんな道。あ、いたいたいた。破滅の翼？それじゃあ、このレウスが今起きている最悪を呼び寄せているというの？そんなわけない！俺は信じないぞ！確かに伝説の破滅の翼を持つレウスと似てるけど。だったら
この子の力を制御したいのはどうして？それは私があなたたちのところへ駆けつけたのは偶然ではないの。え？氷河が何かを感じ取った。氷河の進む先にあなたたちがいたの。この子にどんな力が宿っているのか今はまだわからない。守りレウスが私たちに託そうとしたものが何かを知ってそれを受け入れる必要がある。とにかく会って確かめるのが大事ということ。そうだアユリア、少しの間ここにいさせてくれないか。え？デデジーを探し出す間だけでいいんだ。クアン村にいさせてくれよ。お願い、どうしてもその竜人に会わなければならないの。いいわ。だけど村のみんなを不安にさせるようなことだけはしたくないの。ラビナ雪山の奥にもさっきみたいな大穴が開いてあの奇妙な光が目撃されたの。また村がなくなってしまうんじゃないかとみんな不安を感じているわ。またこの村で過去に何があったの？黒の狂気って知ってる？ええ、生態系に歪みができたせいで黒の狂気が発生してそれに侵されたモンスターが災いをもたらしたって聞いてる。この村は黒の狂気で一度壊滅してしまったのよ。そうだったの。わかったよアユリア、何があっても村の人たちに迷惑はかけないようにする。それに何かあったら俺たちがみんなを守ってやるぞ。な、ライダーさん。ありがとう。ライダーにしか相談できないことがあって困っていたところだったの。できたらあなたたちの力を貸してほしい。ああ、任せろ。先に村長に挨拶をしてきてくれる？おう。はい。南側、はい。どっちだ？出ていくんだ。はい。壊滅やっぱしてたんだね。壊滅したけども、みんなで頑張ってね、元通り以上にしたってことっすよね。はい。待って。いらっしゃい。おお。はい。今日、生産。シャードカッター。うわぁ、切れそう。や、だし、弾きそう。コールドアイスライト。うん。パッティブッシュ。はい。え、これなんか作れる？作れるね。いや、え？あー、一個作れるね、ギリ。なるほど。どうしようか。防具とか、どうですか？今、レイ遊びなんで、あー、ないか。ないか。ありがとう。いえいえ。はい。まあ、敵結構するしちゃうんでね。作れるもんも、まだ全然です。作る。ボス以外は、多分柔らかそうなポッポしか倒してないもん。お、村長、強そう。ヒゲだ。あ。良い風が吹いている。貴重だな。ここが村長さんの家って聞いてきたんだけど。村長？ああ、村長だったら。私だ。え、そうだったの？ああ、その通り。ん？ひょっとして君たちか、アユリアの友人というのは。ああ、そうだ、村長さん。少しの間だけ、俺たちをこの村にいさせてくれないか？もちろん大歓迎だ。そうか、貴重はこのことだったか。少しの間とは言わず、好きなだけとどまってくれていい。君たちにはどれだけ礼をしてもし尽くせないほど感謝しているんだ。え？どういうこと？そう、感謝される覚えはないけどな。隠さなくてもいい。レウスをお供にしたライダーとそのお供はいる。君たちが黒の狂気から世界を救ってくれたんだろう？うお、
俺のことを知ってるのか？ああ、もちろんだ。この村で知らない者はいないよ。そうかそうか。何を隠そう、この俺が伝説のアイルー、ナビルー様だ。伝説のアイルーって本当だったの？本当に決まってるだろ。嘘をついてると思ってたのか？ええ。にゃっと。でもこの子は伝説のライダーじゃ。遠慮はなしだからな。モンスターの調査でも村の立て直しでもいくらでも手伝うからさ、総長さん。それは頼もしい。大穴ができて滞ってしまった作業があってな。俺たちに任せてくれよな、ライダーさん。君たちがいれば安心だな。支度が整ったら風車のところに来てくれないか。はい。まあこれからね、有名になればいい話なんで、まああながち間違いでもないでしょう、多分ね。はい。なんてことかしら、はい、スクワギルがいるせいで子供が遊べなくなった。はい、倒せばいいの。6匹。まあ、あら、すまないね。いえ。まあ、この世界のランボスみたいな存在でしょうね。ポポが危ない。さっき倒しちゃったけどね。うん。アンジャナフっていう、ん？今まで、あれ？アンジャナフ？アンジャナフ？ん？うん。を倒せばいいんだ。はい。いえ。ポポ俺一回倒したけどね。はい。で、これが村長、いなくなった。なんだろうね、北方の、おさはだいたいこう、でかくてヒゲなんだよね。ね、酒飲みでさ、そういうところは変わらないよ。ん？うわ、すげえ。なんだこれ。あ、この村のはいるか。はい。いや。アイルーとは思えないほどお顔が大きいです。はい。いえ。かわいい。サインだって。ないけど。ナビルほったらかしですね。何？あ、お供になりたいって。はい。まあ、ナビルが言っとかないとね。実際、伝説のそのライダーのお供。こんにちは。はい。ザボア・ザギルの装備。あ、装備をして話しかけられるんですね。はい。まあ、ちょっとこういうのも受けといて。じゃあ、準備は、一個なんか装備作りますかね。どうしようか。山菜大根。これはそのままでいいんですよ。メロディータイプの笛はね、結構使えるんで。だから作るとすれば、弓か、残属性の武器。なので、どっちかだね。これ作るか。氷結残土。おぉ。はい。イルンエッジとかよ。ありがとう。で、ここで受けられるものがあれば、全部受けとくと。報告可能。あ、ほんと？イエー。はい。全部受けとこう。わかんないけどね。一個だけ報告可能。ん？はい。全然余裕ですね。ちょっと待って、めっちゃいいんだけど。
それ何回も多分できる、あ、できないのか。一回きりでしたね。他はないかな。じゃあ行こう。で、祈りを捧げといて、これね。あ、でも経験値の方がいいのかな。経験値に変えようか。経験値が 1.6%。レベルがね、足んないんでね。あ、ちょっと待って、これいいじゃん。バトルで相手から受けるダメージが 8.6% ダウンする。あ、いいね。ちょっとね、ダメージがね、あ、ちょっと待って。バトル リザルト60分が消えちゃうね。このまま置いとこうか。はい。じゃあ行こう。はい。あー、待って、寒くなってる。多分アイテム使えるよね。どこだっけ。ホットミスト。はい。まだ全然あるね。これで、帰るまでは、あれ？パートナーいる？あ、いない。え？あ、まだか。了解。待ってね。待ってね。これ取るわ。トラップツール。さあ。うん、風車。うん、そうね。村の建て直しのシンボルなんだ。うん、すげえ。治った暁には、ん？止まってるね。羽を回すための部品が足りていなくてな。部品はロロスカの樹林まで行って調達するんだが、ああ、モンスターがね、ちょっと厄介なんだ。光の減少のこともあるし、村人を危険にさらしたくないから。はい。おい。うん。おい、復興のために、レウスの命運を握る竜神デデジーを探す旅。たどり着いたのはクワン村。復興の途にあるこの地にも大穴が開き、巨大な光の柱が立ち上る。ナビルート窮地のライダー、アユリアの力になるべく、山はロロスカの樹林に共に足を踏み入れる。はい。村長さんも戦えるでしょ、これ。ねえ。うわ、すげえなぁ。いかついね。牙がね。さあ、行きましょうかね。戦闘もちょっとね、積極的に仕掛けていこうか。で、このポポは、いいか。特になんか、装備も増えなかったしね。作れるね。で、行くべき場所は、こっちの方。この分かれ道はこっちね。うん。あれやっとこう。あれが多分ね、倒してほしいやつだと思う。メニーベリー。やろうぜ。でかいな。でかいな。でかいな。バギーだ。あれ、バギー？違うな。倒したやつではないな。まあ、いいや。はい。さあ、主人公を向いてる。まあ、色で判断するのもどうかと思うけど、スピードタイプだよね、多分。だから、プケプケに変えといて、もちょっと厳しいかな。で、ハンマー効かないから、ここはあんまり刃物の方がいいのかな。打撃系よりもさ、はい、テクニックで攻めよう。ああ、よかった、あった。まあ、わかりやすいね。スリープファング、うわ、寝た。すげえ。全体攻撃、うわ、いい。全体攻撃いいね。さあ。パワーで合わせてみようかな。なんか出ればいいけど。出ないけど、まあまあまあ。さあ、
ベノムブラスター。はい。はい。来たね。お、毒入った。いいね。毒は、お。OK。毒は大体のゲームでさ、万能だよね。さあ、ライド。まあどうしようか。やっとこうか。ライドオン。これも一回見たからいいかな。なんか雨降らせるんだよね。やるわね。わお。できるわ。自信を持って。イエス。まあ、バギーのなんか素材だよね。ウロコ。ミンク竜の皮。いくつもの古傷が生息域の過酷な環境を物語る。すげえ。はい。まあ、バギーもね、戦い、サメ普通にいるんだけど。マジか。はい。薬草。サメはほっとこうか。で、こっちの方だよね。あれ、ポポか。蜂蜜。そういや、宝箱にさ、武器とか置いてたよね、前の方のさ。最初の方の、なんだっけ、エリアでさ、ワールドはないのかな、こういうさ、多分、共通のアイテムしか落ちてないよね。で、モンスターの巣とかに行くと、多分、そういう宝箱にさ、ランダム要素、体幹の五石。あ、ちょ、待って。体幹の五石ってめっちゃいいんじゃない?どうだ?寒さサボりを常に無効化する。ああ、つけとこうか。寒さサボりなんだ。そうだ、サボってたんだよね。これは許せないね。はい。はい。こっちね。あ、お任せ回復は、もうなんか回復できたよね。確か、アユリアがさ、結構遠いなあ。あ、ちょっと待って。下山者いるんだけど、やべえのいる。寝てる。これキングモンスターじゃない?なんか一個前のエリアでもいたよね。ね、キングモンスターだ。無視するに限るでしょ。猫たくまんの近くに。すげえ邪魔だな。ぶつかんなければいいでしょう。オッケーオッケー。うわ、ビビった。ね、アクション系のモンスターハンターであれば、ここにさ、オータル爆弾をもう目いっぱい仕掛けて、で、爆破させてからの、スタートになるんですよね、多分戦闘がね。さあ、次。はい。うん。ここもまた、汁で、飯とか、使う系?うわ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 。あー。やっちまった。あ、大丈夫だ。背中見しちゃったからさ。これはさ、すげえ。狡猾っぽいね。いや、多分パワーで攻めて正解だと思う。多分ハンマーじゃないんだよな。武器変えようか。多分刃物でいけると思う。僕はパーだ。わお。さあ、癒しのメロディー使ってるから多分回復は大丈夫だと思う。で、
刃物は通らないんだ。ことごとく読み間違えるね。おい。で、パワータイプ、なんだっけ、こいつ。パワーだったよね。だからスピードに変えよう。ナルが来るか。OK。で、主人公も、結構回復する、いやー、そうか。まあ十分ですね。回復は任せといて、あ、意味が通るね。悪臭ガスだった敵。やめてほしいよ。ね、武器として使えるぐらいさ、すごいんでしょ。やめてほしいな。オーケーダン。ああ、全体攻撃なんだ。すご。強くなってるわ。いいね、ナルガクルがめっちゃいいね。オーケー、レベルアップ。うん。コンガの毛。はい。はい。前に行こうか。だいぶなんか胞子が舞ってるけど。アイテム回収しよう。ここはどうだろうね。ん？あ、なんか見えた気がしたけど、なんだ。目がやられてんのかな。デカコンが、うわうわ、避けらんない。早いな。あのね、レースの初動が遅すぎて逃げらんないんですよ。しょうがないな。周りからやっていこう。ああ、そうだ、弓に変えないとね。まあ、ババコンが一回もやってないから、まあ、ちょうどいいんじゃない。ナイス。あ、ちょっと待って、こいつ V 破壊あるぞ。おお、マジか。キラーテイルって全体攻撃か。トゲ弾がね、全体攻撃なんだよね。これちょっと狙っていこうか。はい。で、主人公は、スキルなんかあったかな。毒か。スピードで攻撃しようか。と、あ、結構あるね、V 破壊。うーわ、最悪。そんなダメージねえな。はい、ナイス。もうちょい、やばい。回復のコーナー使ってくれるね。どうしようか。先に周りを片付けようか、ね。とか、まあまあまあ、あ、オッケーオッケー。よっしゃ。で、仲間倒したから悪臭ガス。うわ。そんな勢いのある悪臭ガスだろ。で、この人は多分テクニックタイプだよね。だから、レースに戻そう。オッケー。で、パワーで攻めようか。で、弓が効かなかったよね。で、パワーで、ボブ。OK。お、そっか。ライドン、まあいいや。胴と尻尾。すごっ。もう V 破壊できないんだけど。できるわ。自信を持って。はい。んーつけ。桃芸獣の毛。